こんにちは、陣田正樹の吉田です。本日は、奈良県茂郡田良本城にございますレオパレス南坂手、2のご紹介をさせていただきます。こちら、南坂手2なんですけども、レオパレス物件となっておりまして、非常に設備が、充実した物件となっております。こちらまず見ていただいてですね、おそらく一番最初に映っているのがこの大きな、ロフトベッドになると思うんですけども、こちらの大きなロフトベッドは、もちろん引いていただいてですね、お布団を寝ていただくというような、内容になっております。お布団の下の部分はこのように、非常に自由度の高い、収納となっております。階段部分もですね、収納になっておりまして、開けていただきますとこのように非常に奥行きの深い収納となっております。テレビももちろん設備でございますし、こちらの収納ボックスも設備の収納となっております。クローゼットなんですけども、同じ大きさのものが2つございます。こちらとこちら、どちらもクローゼットになっております。エアコンも設備ですね、こちら十分この洋室を冷やせる内容となっております。こういったテーブルと椅子も設備になっておりまして、座っていただいてお食事いただくとか、まあ、テレビ見てくつろいでいただくとか、そういったことに使っていただければベストかなと思いますね。姿見なんかもこちら設備になっております。続きましてこちらキッチンになるんですけども、キッチンもこのように非常にシンプルながらも機能的に作られております。シンクちゃんとございますね。コンロも2口でしっかりついております。こちら収納もですね、下にたくさんこのように取っておりますし、上にも食器棚のように使っていただけるスペースが1つついております。隣にこのような収納があるのも便利ですね。こうさせていただいて、炊飯器なんか置くと便利でしょうね。キッチンそのままご紹介しますね。こちらが電子レンジ、冷蔵庫と、まあ、収納となっております。玄関も広々しておりまして、こちらシューズボックスも非常にちょっと見えにくいと思うんですけども、非常にシューズボックスも大きいです。はい、続きまして水回りのご説明ですね。冷蔵庫がこのように、洗濯機ですね、洗濯機になります。続きましてこちら洗濯機の上の収納ですね。ここからトイレが、どうぞ。こちら洋式のトイレとなっております。お風呂場ですね、セパレートタイプになっております。浴室乾燥があるのも便利ですね。こちらの物件なんですけども、非常に、アクセスのいい場所にございまして、社会人の方に大変人気の物件となっております。条件と詳細をですね、ご確認いただいた上お問い合わせいただければと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正樹は皆様のお部屋探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。